はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、楽園融合がね、純正弦になったと、いうところで、どうしたらいいかなと。まあ、安定感ある程度落ちるんですよね。純正弦になると楽園融合が素引きできないから。なんですけど、なんか結局楽園融合ってなんかめっちゃサーチあるじゃないですか。まあ、例えばアルベルとか、まあ、例えばスプリガンズキットとか、あとカルテシアとね、あのサロニール融合したら強引に楽園融合持ってくるとかもできるんですけど、なんかこういう感じでなんかいろいろ楽園融合持ってくる方法はあるわけですよ。だからまあなんとかはなると。で、楽園融合がなんか一番きつ、なんかその楽園融合デッキ使ってる何が一番きついかっていうと、その絶対どのデッキにも3枚入ってるウララっていうカードがめっちゃきついんですねこれめっちゃうざいじゃないですか。楽園融合にウララ打たれるっていうのがやっぱりちょっと負け筋に直結するところがあるかなと思ってて、もうなんかウララにね、なんかね、カード違うカードで打たせたいんですよね。なんかウララ使ってくれっていう。まあ楽園融合、じゃあ融合派兵もうウララ打ってくれるかもしんないけど、これに打つ人あんまいなくて、やっぱ結局ここに打たれることが多いから、なんかウララを打たせるカードなんか他にいっぱい入れときゃいいんじゃないかなと思いまして、で、今回は隣の芝刈りと、闇の誘惑をなんかガン詰めしまして、もうなんか60枚ぐらいにして、なんかもう絶対芝刈り打ったら打ってくるじゃないですか、楽園融合だから、まあ、ここに打たせるっていう感じにしてきました。はい、他にもですね、やっぱいろんな60枚ぐらいにすると本当入れたいカード全部入れられるんで、なんか楽園って本当にやりたいことめっちゃ多いんですよ。それをね、今日はね、全部入れてきました。まあ、例えばですよ、例えば、まあ、闇の誘惑とか、芝刈り以外にもね、まあ、超融合とか、まあ、あと失楽園とか、なんか赤の楽園とアドリビデュムとかね、なんかこの辺のカードね、なんかね、いっぱいやれるんですよね。40枚に収まりづらいから楽園ってやれることが多すぎて、だからもうちょっと60枚に今回はして、もう打っちまえこれっていう、そういう感じで言ってます。で、直接的にアドバンテージ稼げるカードじゃないんですよね。楽園ってなんか墓地に落ちた時になんかめっちゃ効果発動するみたいなティアラメンツとかじゃないから、まあティアラメンツ入れてもいいと思うんですけど、ちょっとエクストラデッキの枠的にもね、ちょっと厳しいっていうのもありまして、で今回は、まあ、一応芝刈り落ちた時に直接的なアドバンテージを稼げる、モンスターは、まあ、サロニールとかデスピアン、まあ、サロニールの微妙だけど、まあ、デスピアン悲劇のね方ぐらいで、まあ、あとはねビーステッドとかと絡んでね、アドバンテージを取っていくことになります。まあ、なんか墓地落ちたメルクーリエ除外したりね、ビーステッドで、墓地落ちたデスピアンの効果でなんかサーチしたり、あと墓地に落ちたね、なんかそのルベリオの効果発動したみたいな、まあ、そんな感じでちょっとアドバンテージを取っていこうかなというふうに、はい、思っております。まあ、ちなみにこれランクバレー使ってるんですけども、まあ、まだ全然ダイヤ帯とかなんで、あれなんですけど、なんか、10連勝ぐらいしたんで、多分めっちゃ強いです。はい。プリンクがゴミですが、私は。プリンクがゴミな私が使っても非常に強いデッキだったので、皆さんもぜひよかったら使ってみてください。デュエル、スタンバイ。あー、いいじゃん。誘惑聞いてんのはね、これでかいんですよね。マジでね、ここにウララ打ってくださいなんですよ、本当に。あ、なんもねえのか。ウララチェックにもなるし、ここの闇の誘惑って。あと、ウララ打たせることもできるんですよね、このカードって。めっちゃ強いっす。芝刈りと闇の誘惑にウララ打たして楽園融合通すっていう。まあ、そういう感じで今回は構築してるんですけど、これ非常に有効ですね、これは。これ非常に有効。これはね、失楽園持ってきたんじゃないかな。で、まあ、出作品を貼って、まあ、まあ、無限法要とか、ああ、そういう系のカードにも、まあ、全部ケアしていくという感じですね。これは、アルビオンムーブしないといけないのかな。ルベリオンとアルバスで、アルビオン行くで、効果発動をで、効果、あ、ちげえわ、これ失楽園やんのか。いや、これミスったわ。これ、いや、これリンドブルムでいいんだ。なるほど。いや、これミスったわ。失楽園やるときはこれリンドブルムでいいね。これカルテシア持ってきて融合できるもんな。いや、これミスったわ、これ。なるほど。これ、失楽園があって、楽園融合打てるときは、これリンドブルムでいいですね。融合召喚するの。まあ、メルクリ持ってくしかないんだけど、いや、なるほどな。はい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 、ちょっと今ミスりましたね。まあ、ミスったっつっても別に強いから弱くはないけどね。普通に強いんだけど、別に盤面はね、盤面は強いんだけど、多分ね、リンドブルム出せるね、これ普通に。リンドブルム、なんか断罪ミラジェイドみたいな感じになると思います。
はい、まあ、ちょっとこれは、まあ、これはこれで強いですけど、ルベリオンで赤の、あ、でも赤あんのか、赤あんだ、打っていいな、スタビリアも出んだろ、これ、いやこれね、これ赤あったから、なんか、こっちでもよかったかもしれん。いやこれね、このデッキね、本当ね、ルートから多彩すぎてね、めっちゃむずいんだよね。なんかその、かなり、複雑なんですよ、非常に、その組み合わせによって、なんかいろんなことできるから、これめちゃくちゃむずい、普通に。まあ、これはミラージュでいいね。で、まあ、アルバスとルベリオンを戻してミラジェイド出すでしょ？ OK。これはね、あの、結果的にはめっちゃ強かった。ああ、結果的にはね。で、アルビオンをリリースして、で、ルベリオン。で、ルベリオンの効果発動して、楽園の獣を置く。まあ、楽園は意味ないね。こうしてでセット、まあ、これでエンドで、エンドフェーズアルビオンの効果で、楽園の追放がセットできるって感じかな。でそうするとこれで、まあ、一応ですね、妨害質的にはスタペリア、ミラジェイド、獣、墓穴、追放、ウララ、メルクリーなんで1、2、3、4、5、6、7妨害がありますね。7妨害がありますこれ7妨害があります。はい、あースターターか、まあこれウララでいいか、ウララ、まあ、ハッカーとかマスタースが打たれるんだったら別にそれはそれでいいや。はい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 、いいでしょう。オッケー。そうするっていうことは逆に言うと追放が通るんで、逆に言うと追放が通る、逆に言うとね。はい、どうぞ、了解しました。いいでしょう。まだまだ妨害はいっぱい残ってるからね。結果的には赤の楽園があったからこの盤面の方が強かった説はある、ね、でスプライトブルーの効果発動、サーチ入れるか、多分ね、これねレベル1じゃなくした方が強いんだよね。これで、スプライトブルーをレベル1にして効果無効にすると、これスプライトにはスタペリアめっちゃ強くて、まあ、ちょっと今回特殊召喚から入ってるんであれですけど、召喚剣使った時に一瞬でレベル1にするともうそれだけで何もできないとかあるから、ね、相手さあどうするんでしょうか、お相手し。あービーバーか、これはねビーバーをメルクーリーで止めて、これ多分スタート打ってるからもう多分手数出ないんだよこれ。だからメルクーリーでまずビーバー止めて、あ強っ強っ、バリ強えな、なるほど、そりゃバリ強えわ。いやでもね消せるね、全然大丈夫。相手墓穴2枚持ってめっちゃ強いけど、まあこれ、まあ、メルクーリアが除外されます。でビーバーが出てきます。 OK、 で多分もうこれ以上手数出ないんですよね。だからこれは墓穴だから意味なくて、ですね2枚消せばいいんですよ、盤面を2枚消せば、着地が一緒すればいい。ミラージェイドの効果を発動する。でまあたい、どうしよう、まあ何でもいいな、アルビオンでいいか、アルビオンで獣効果、これで盤面のレベル2が、全部消えます。これ相手大パンしてた、これ無理だろっつってた、これ絶対大パン案件してるでしょ俺。ちなみにまだ俺楽園追放のってますかね、墓穴と。さあどうする、まだ残ってるのやべえな、まだ妨害残ってるのやべえわ。で楽園流アルビオンの効果で楽園系のマジックトラップカードをサーチ、これは完封試合と言っていいね。拮抗勝負がね高校から飛んでこなければね、楽園はかなり強いです、ね、かなり強いと思います。魔法後ろと前と手札に妨害が分かれてるんで、ティアラメンツみたいなとこありますよね、そういう意味では。まあ、脳死で純正銀カード打ってやいいわ、これは。なんか、あんま関係ねえんだよな、これ。純正銀になったところで別にサーチがめちゃくちゃあるから、なんかあんまそんなに関係ないよね。なんか、ちなみに今これ、今ランクまでまだ言うて、なんかダイヤぐらいですけど、僕。これ今のところ10連勝ぐらいしますよ。普通に、これデッキ。クソ強いですよ、俺。ああ。
このデッキはマジで強いです。はい。で、まあ、バトルフェーズですね。で、はい。はい。ちなみにまだ僕、アルビオンの蘇生残してますからね。これ。おう、もう最強。史上最強と言っていい。対戦。ありがとうございました。よし、高校ゲーム参加権は来ている。高校ゲーム参加権は来ている。なんか芝刈りしなくても強いからさ、芝刈りいらん説はあるな。なんかね、芝刈んなくてもこの敵強いんだよね、別に。だからなんか芝刈りいるかも疑問になってきたけどな。ちょっと一回増殖するうちだけ打つわ。まあ このハンドだったらまあ別にドローフェーズで打っといてもよかった気がするけど、まあいいや。で、開幕だったので多分まあ多分おそらく基本的には同系統、まあ、ティアラメンツ入ってるか入ってないか知らんけども、ミラーです大体。はい。で、楽園の開幕を発動してアルベルが出てくる。了解了解。で、アルベル効果、これどこまで行くんだろうな。増獣はまあ止まれるっちゃ止まれますからね。なんかミラージェイドだけ出してエンドとかできますからね、楽園はね。だからまあ言うて強いんですけどね、この一気は。あ、追放持ってくれ。なるほど、じゃあ楽園を持ってるのか。なるほどね。 OK、 1枚追放、1枚が追放で、1枚は多分、まあ、ルベリオンかアルビオンだとしても、どっちにしてもなんか多分ハンド切るだろうな。楽園っていうデッキはね、楽しいですね。これが大事。回しててなんかそ結構楽しい。割とね、いろんなルートがあるから、なんかハンドによって結構まあ盤面もなんか強くなったり弱くなったりするんだけど、なんかその時々に応じてどんな動き方すればいいのかっていうのをなんか考えながらやれるっていうか、なんかちょっと複雑な分も面白いというか。は、超融合きたー超融合きたーこれは最強でしょ、このまくりカード。このカードが最強なんでね。ミラジェイド、はいはい。あー、なるほど、マグナムートも来たか。マグナムートも来た。これまあドローさせてくれるんだったら別にいいや。ルベリオンとか普通に置いとこ。ルベリオン、はい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 、いいでしょう。はい、オッケー。楽園の獣置かれても別にドローできる方がなんか強そうな気がする。なんなら楽園の獣とか多分超融合で無に来てるから多分大丈夫ですね。でルベリオンの効果、楽園の獣置く。でミラジェイドが残ってて、でアルビオンが持ち送ってられてるから追放とかがある感じかな。一応出しとくか。ちょっとなんっけ、アルビオンが除外された方がいいので、アルビオンで追放はセット、あと追放持ってきてたな。追放持ってきてたか。なんかあんま関係ないな、じゃあ。とりあえず、ワグラムート、特殊感成功し効果発動。まあ、ミラジェイドはこのタイミングで使いますけど。まあ、相手が使うかどうかは知らんけど。はい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 、いいでしょう。ここでは使わないと。で、マグラムートの方が適用。まあ、ルベリオンですね、ここは。さあどうやってまくっていくか。こんだけハンドがあったら多分、あー、ユゴハイも来た。こんだけハンドがあったら多分余裕なんだけど、一発超融合からいった方がいいな。これ超融合いって、でハンドコストは、まあ、何でもいいんだが、まあ数値融合はしないんじゃねえかな。数値融合、いや、まあでもまあ難しいのこれ。悲劇しまいないか。悲劇しまいないわ。これいらねえわ。これいらない。で、あ。あれあれあれすぎてくさバリ強えんだけどなんかやばいこと起きたわやばいこと起きました。でプロスケニオンが、ちなみにフリーチェーンでメインフェルチャーって相手のモンスターパクれるよって言うことあるんですけど、光属性か闇属性のモンスターね。でこれでサロニエル出しに行きましょう。君のミラジード除外するけど、なんかある。
君のミラージェイド除外するよ。どう、追放したくない？追放したいんじゃない？追放打たないから我慢するよ。打て、打ったらプロスキーノにパクってやる。くそやるな、やるじゃねえか。俺の誘いには乗らねえか。これで殴ったらワンチャン勝ちではあるけどね。殴ったら勝ちではあるんだけど、まあ、一応まあまだ動けるから動きにか。ですね、まあ、どっちでもいいけどサロニールの方がいいですね。サロニールが持ち効果あるんで、サロニールを特殊召喚、ルベリオンを特殊召喚していく。はい、でサロニール効果発動。さあその追放を使いなさい、早く追放を使いなさい早く。全然使わないじゃん。じゃあ使わせるか、うっとうしいから。ラクインの獣発動、早く使って。それない、早く追放使え、早く。OK で追放、対象はアルベル、 OK さよならすべてを持っている男ってことで追放も実質無効か。はい、どうしようもできませんでした。でアルベル召喚効果発動、あ、間違えてたやべやべ、自分で無効にしてたわこれごめん、頑張った、まあ、バーでも勝ちか、バトルめっちゃ頑張ったわなんかすげえ下手くそだったな。まあ勝ったからいいでしょう。先にアルベル召喚してラクイエゴ持ってきた後にハカナでしたね。はい、対戦ありがとうございました。あー、なるほど。なんかキマイラから動けるから、なんかワッチャンがあるか、これキマイラから動ける説あるね。まあ一回そのアレバスで妨害踏んでキマイラで動いてみたいなこと言うから、まあ、ちょっと強そうではあるけどな。なんか結局ね、キマイラでね相手の妨害踏んでから動くのはねめっちゃ強いですね。やっぱだから数値融合は、数値融合ってキマイラ のまあシナジーがめっちゃ、あの結局あれか、アラメシアのギアンとかメシアのギアン、まあ、融合を通してくれたらワンチャンかな。じゃあ融合を通して、融合を無効化してくれるたら、まあそれはそれでみたいなとこあるしね。はい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 、なんだこれ、ハルケショウ系かな、ガジェット入ってるか、なんだこれ、勇者ハルケショウガジェットみたいな感じなのかな。はい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 、なるほど。でドラゴバック装備、まあそこまではいいわ、まあ、そこまでは普通に勇者展開ではある。え、なんか勇者岩とされたんだけどえあれ、なんかやばいやばい動きしてるぞ。岩戸くんがいると何が起きるかと言いますと、ですね、何をしてもですね効果が起動できないんですね。こうなるんですねいやでも打点で抜けばいい、打点で抜いたらいい説、通してくれ、頼む、通してくれ融合を、頼む人格融合。あ、てかそもそもさ、グリフォンライダーの効果使わないからいけんじゃね、なにこれは、おもんなおもんなこのゲーム、ちょ、岩戸の打点高すぎんだよこれ。岩戸の攻撃力1900に設定したやつ出てこい、なんだ融合禁止エリアって、お前手札ガンギ割れすぎだろ。いや効果はいいとしてさ、100歩譲って岩戸の攻撃力1900なのおかしくねえか。